元ドイツ代表 MF ローター・マテウス氏、62、が同一部バイエルン・ミュンヘンにイングランドプレミアリーグのトットナムに所属する同代表 FW ハリー・ケイン、31、の争奪戦から撤退することを求めたとドイツメディア、スカイ・スポーツ、が伝えている。B ・ミュンヘンはかねてセンターフォワードを探しており、今夏に予想されるケイン争奪戦にも参戦中とされる。同紙によると、B ミュンヘン以外にもイングランドプレミアリーグのチェルシーやマンチェスターユナイテッドが獲得に動いているという。マテウス氏は、ケインは年を取りすぎていて高価すぎる、とし、1億ポンド、約166億円、とされる高額な移籍金もあって、適任ではない、と指摘した。一方で、ナポリで高パフォーマンスを見せているナイジェリア代表 FW ビクター・オシムヘン、24、について、誰もがオシムヘンについて話をしている。私は B ミュンヘンにぴったりだと思う、とし、同一部 E フランクフルトのフランス代表 FW ランダムコロムアニ、24、に関しても、彼はボックス内でも優れており、B ミュンヘンで働くことができる、と推薦していた。